本日はマッカー赤坂さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。特撮映画に出るということですが、意気込みについて伺いますか。だから映画が2回目ですよね。はい。で、1本目がドキュメンタリー、はい、今回が本当のあるみたいな映画ですよ、ね、はい。だからワクワクしてます、はい。だからドキュメンタリーからやっとフィクションになるということで、はい、でしかもスマイルカメラ、スマイルカメラ、はい、まあ、私主役にしていただいて、はい、まあ、どういう展開か全然分かりませんけど、ね、まあスマイルカメラ、スマイルカメラ、題名だけでもすごいですよね。だからワクワクする、楽しみ。大阪の松葉が、地下の松葉がなくなりそうですけども、それについては何かコメントはありますか。私はおそらく12月の大阪市長選に出ます、はい、その時の大事な公約が、はい、ね、松葉の存続なんですよ。松葉の存続、ね、それを私が松葉を守ることによって、はい、大阪市を幸せにすると、はい、松葉にどれだけ世話になったか、はい、分かりません、はい、松葉がなくなったら大阪市本当に出ても何の意味もない大阪市長選挙に出ようと思ったのはなぜですか、うん、大阪市の方っていうのは、まあ、すごいいい人なんだけど、自信過剰の人多いですよね、結構ね。だから食い倒れ、ほんでお笑いの街、ところが申し訳ない言い方なんだけど、東京から見たら全然面白くないんですよ。吉本よりもマックの方が全然面白い。お笑いもそう、食い倒れもはっきり申し上げて、東京の方が美味しいですよ、ね、ある意味では大阪の方は地震過剰に陥ってる、うん、ということは胃の中の蛙なんです、うん、だから東京から大阪を変える、うん、ただ橋本さんも東京の基本的に東京だよね、うん、だから第三者から客観的に大阪を見れる人の方が大阪は良くなる、うん、そういう発想です、うん、最後に大阪市長橋本さん引退しますが、何かコメントはありますか。弁護士では経営はできません。弁護士では経営、だから多大なるその、赤字を、はい、財政的な赤字を彼は作りました、はい、未だに解消される。それは弁護士だから、うん、マック赤坂は25年伊藤町にいて、また脱サラして15年、会社経営をしております、うん、だから大阪市の財政を PL と BS の感覚でできるのは私なんです、うん、弁護士では無理なんです、うん、そこを私の、まあ、大きな売りにしようと思って、うん、政見放送のファンの中からは大阪府知事選挙の方が政見放送が見られて嬉しいという声もありますが、それについてはどう考えますか。うん、まあ確かに迷ってますけども、はい、だからやっぱりね、大阪市の方が政策が打ち出しやすいです、コンパクト、コンパクトで、大阪府府といったら豊中もあるし堺もあるし、はい、そしたらマック何やりたいんだというなんか批判が出そうな感じなんだ。ただ大阪市だったらもう2回目なんで、はい、ね、コンパクトな政策を打ち出せます、はい、道頓堀をボーリングして温泉を出すとか、はい、大阪市立大学をスマイル大学に変えるとかスマイル大学御堂筋を、ね、スマイル特区にするとか、はい、それが大阪府だったら豊中もあるし堺もあるし、はい、非常にそれがなんかその、薄まっちゃいますよね、視点が、はい、だからそれから言ったら今のところは大阪市の方に出ようかな、はい、政権放送はないですから、はい、それは残念なんだけど、はい、それは来年の参議院まで待ってください。私政権放送ファンの方は来年の参議院まで待ってください。お願いします。最後にファンへのメッセージをいただきます。はい、
で今回はもちろん当選12月のね、市長選は当選の目標なんですけど、少なくても、供託金、これは240万円、大阪府が300万円で大阪市が240万円、市は8掛けなんです。この供託金のリターン、これを私は狙ってます。そのためには有権得票数の1割だから、ざっと言ったら10万票なんです。ぜひお願いします。これを私は最低限の目標にしてます。10万票、供託金240万円のリターン、お願いします。お忙しいところありがとうございました。